じゃあ先ほどの続きです。ですね、こちらは先ほどこの辺り前にちょこっと登場した、友達ですね、同じ200円シリーズの、これはバーガンディですね。これもですね、今、メンテナンスですよね、してる最中で、前回ちょっと登場した時と基本はですね、まだ、作業が進んでないというか、進ませてないというかですね、まだ前回登場段階とですね、基本的には、変わってません。タンクもまだですね、汚れて傷があり、この燃料カップキャップはですね、まあ、サビが出てますね。こんな感じで、まあよくある典型的な感じです。でここのところはオリジナルのシーラントがついたままですね。でこれはまあチェックバルブは外してあります。これもですね、一応ですね、まあ、あえてまだ進めてないというのをですね、まあ、レストアというかメンテナンス前のですね、まあ、状態をちょっとお見せしたかったので、あえてですね、貯めておきました、今日まで。でまあタンクこんな感じですね。でロゴはですね、ここまあ特にあのバーガンディの場合はですね、ちょっとですね、なんて言うんでしょう、ペイントのですね質が悪いというか、この前後の通常の赤い あの200円と比べるとよくありがちなんですが、ここの、ロゴの下ですかね、こうちょっとこうザラザラして、おそらくこれペイントの下からですね、まあ、盛り上がってるというかですね、そんな感じで、そこの、まあ、これ水シールなんですよね、もともとは。ですのでちょっとこうボコボコボコっと盛り上がった感じで、一部ちょっとこう錆びつきなんかもありますけれども、まあ、この辺りはですね、まあちょっとこうしょうがないですね。多少はもう少しあの磨き上げで、このエッジの辺りのですね、こういう黒ずみとかですね、もちろんこの辺りはもう少しこう綺麗になりますね。表面も当然、スムースに綺麗になります。ここはですね、これ裏ですね、61年のこれは10月製のですね、この辺りエッジ、まあ、これはもちろんこれは地面につくところですので、これまあお飾りではないですので、まあですね、まあ、元々のオーナーどんな人が使ってたかっていうのはもちろんわからないですけれども、まあそこそこですね、まあ、使われてるかなっていう感じですね。この接地面が典型的なこういうハゲですね、まあ、比較的あの綺麗な方だと思います。じゃあちょっとここですね、この辺りに置いておきます。この辺りですね、じっくりとこう見てもらいましょう。そしてまあフレームですね、これこれもこんな感じです。焼けてますね。でここのですね、今上のところベールの入るこういうソケットなんですが、この先端ちょっとテカってますけれども、ここはちょっとあえてこう磨いたんですね。テカらせ具合の、テスト磨きです。っていうのはですね、意外とあの錆びつきとかですね、そのフレームのタイプ、まあ、バーナーケージのタイプですとか、劣化の仕方、錆びのつき方、まあいろいろ焼けのつき方ですかね、によってですね、意外とこのスタート段階をですね、変えたりする必要がありますので、こんなとこですね、あまり影響の出ないところで少しこれはどんな具合のものかなっていうのをちょっとこう見るためにですね、試し磨きしたとこですね。で今ちょっとこう映りづらいかもしれないですけども、試し光りのあの磨きのところもかなりこう光ってますね、これね。でこの辺りはこういうご覧のように焼けによるこういうざらつきですかね、これね。そして焼けて少しこう
黒くなりつつ、ね、ここもよく、まあ比較的ですね、もともとの状態そんなにはもちろんこれ悪い方じゃないですね。内側のサビ、ここはあれですね、この焼けることによって、サビですね、これはこんな感じです、次にですね、バルブですかね、こんな感じで、見るとこれもですね、ちょっと分解した状態ですね。でこれもですね、ここもかなりこれ今固く固着しちゃってますね。かなりここ爪というかここがくっとやった時にかなり痛いっていう感じぐらいですね。でこの下のあたりがかなりここ固く固着しちゃってますね。でここですね、こう回した時に先ほどのこのエクセントリックブロックですかね、ジェネレーターのニードルを動かす、まあ、小さな、パーツですけども、これはまあ正常に動きますので問題がないですね。ただここ今、ちょっと汚いですけども、こういう感じで当たったところがもう痛いですね、この辺りがね。でここのバルブですね、こういう感じで、ここもそうですね、かなりこう硬い状態です。でですね、意外とあの今ですね、こう無理やりここ回してもいいんですが、ですね、あえてやらずにこちらを緩めてあげた方がいいですね、こういう時はね、とりあえずね。でそれであえてこの辺りはこれぐらいで置いときます。あとは他のですね、ブラスパーツですよね。そうですね、まあ、こんなような前回これ一応ですね、これお風呂につけてあるんですが、まだ中途半端な感じですよね。ただですね、これ一回あの風呂につけると、それにはですね、磨いてあげると、綺麗になる。お風呂というのは、まあ、これに関しては、お酢ですね。お酢を使ってます。で、このあたりの、これはもう6升というか、こんなのが、ガスキャップですね。ものすごい。私の手もかなり、汚いですけども、それと同じぐらい汚いですね、これね。このパッキンですね、これね、中のね、完全潰れて、なおかつぺっちゃんこで、カチンカチンですね、これね、おそらく。でちょっとですね、こんな感じのもので、まあ、どんな状態かなっていう感じですよね。前回もちょっとやったんですが、ピントがちょっと出てます。こんな感じですかね。ですね。取れなくはないんですが、これだとこの、これはですね、ディスクですね。これ、ガスケットディスク。ちょっとこう傷つけたりする可能性があるので、あえてやらずにですね、まあ、前回ご紹介の方法でこれは取り除きます。これはジェネレーターですね。先にこれはまあニードルがきちんとこうついてますね。で紙の筒と
と小さなバネですね。これも、まあ問題なく使用可能だと思います。これもこういう感じですね。まあ汚れというか、まあこんな感じですね。これはユーチューブですね。夕方のチューブで。で、この中もですね、これ煙突掃除屋さんできれいにこう、ゴシゴシとこう、中ですね、ワイヤーブラシできれいにしてあげます。まあ、こんな感じだと思います。まあ、次回はですね、このバーガンディですね、この後ろにあるですね、こちら。と勝負がですね、できるぐらいまで、きれいにしてあげたいなと思います。そしてですね、テスト点火ですかね、ピカピカにした状態で、もちろん、期間もバッチリ調整してですね、そして、テスト点火ですかね、あと今ですね、ちょっとこれ、ご紹介忘れてましたけれども、ベンチレートですね。これもですね、こういう感じで、まだこれまだ手入れしてませんので、ちょっとした傷、それからどうでしょう。これはですね、目立つそう大きなチップはですね、ここにちょっとここですね、米粒、半ぐらいのですかね、まあ、ホーローのチップがこんな感じでありますね。ここのところもちょっとあれですね、ちょっと欠けですかね。あとはですね、非常にこれ綺麗ですね。まあ、こんな感じです。